MD 用紙をノートにした時にお豆腐に似てるなって思ったんですね。パルプと水だけで作られる素材と水がすごく重要なプロダクトです。 MD ペーパープロダクトっていうのは MD 用紙というオリジナルの紙の良さを伝えるために作っているプロダクトです。 MD 用紙は1960年代から作り続けています。パルプから溶解をして水と合わせてすいていくんですね。水も実は川から引いたものを浄水して使っているというこだわりで紙を作っています。万年筆で書いた時でもにじみや裏抜けがしないという機能的なところを追求しています。少し紙の表面をラフに仕上げているんですが、その肌触りの良さが書き心地を楽しませてくれたり、書いている時にかすかな音を楽しんでいただける、そういうこだわりを持って作っています。MD ペーパープロダクトは書くことを楽しむためのプロダクトです。本当に書きたくなるのか、気持ちよく書けるのか、余分なものはないか、ミニマムな姿であるか、何にも似てないか、ただ書くことだけのために10年間守ってきた大切なコンセプトです。 MD らしさってこうだよねっていう話から、私がだいたいメモとかスケッチを書いていってブレストをしていく。斉藤くんがそれを形にして作ってくれるんですね。そうすると MD らしいよねとか違うねっていうことがすごくよく分かって、あ、やりすぎてるなとか、うん、ぴったりとか、まあそういうのをお互いに話しながら作っている感じですよね。 MD ノートは表紙がないんです。フラットに開いてノートであっても一枚の紙のように心地よく書くことができます。本のサイズにしたのは使い捨てのノートではなく、愛読書と一緒に本棚にしまいたくなる、そんなノートにしたかったからです。方眼形は日本の昔の原稿用紙のイメージで、マスとマスの間に隙間を作っています。さりげなく横方向の流れができて、横形のような文字が書きやすいフォーマットになっています。ダイアリーだとオレンジ、コットンだと白、ちょっとした遊び心としてスピンの色をアイコンにしています。ずっと使いたいものであるために必要な変化とどんどん続けていって、いつも使いたいなと思えるプロダクトでありたいと思っています。無意識に使い続けてたら何十冊にもなっていた、そういう風になってたらいいなと思ってるんですね。いつも傍らに存在するような、そういったノートでありたい。それを今までの10年もそうですし、これからの10年間もずっと続けていきたいと考えています。